行われた熊本とのアウェー戦、FIFA連は前半35分にロングスローから先制を許してしまいます。後半に入りペースを握ったビファーレンが攻勢に出ます。後半だけで8本のシュートを放ちますが、ゴールが奪えず試合はアディショナルタイムに突入します。このまま第2節以来の黒星かと思われた終了間際、野田選手から出たロングボールを古部選手が蹴り込み、起死回生の同点弾。古部選手にとってはおよそ1年ぶりとなる J 通算2ゴール目。終盤に強さを見せ、アウェーで貴重な勝ち点1をつかみ取りました。そして火曜日には2戦連続のバトルオブ九州となるホームゲーム、これが大分との J 初対戦です。前半から互いにサイドを中心に攻撃を組み立て、主導権を握ろうとチャンスを伺いますが、得点には至りません。放ったシュートは3本ずつと互角の展開で前半を折り返します。後半に入るとペースはビファーレンに傾きます。何度となく惜しい場面を作り出すものの、大分が粘り強い守備で対抗、ゴールネットを揺らすことができません。シュートの数は大分の1本に対し6本と内容的には圧倒。しかしここ数試合続く決定力不足は解消されず、歓喜の時は訪れませんでした。結局大分との初対決はスコアレスドローに終わりました。ビファーレンは6日に水戸とホームで、11日には鹿児島で京都とのアウェーゲームに臨みます。いいこといっぱい、ホンダ人気の軽 N ワゴン。後部座席も大きくスライド、考え抜かれた収納スペースでとっても便利。ナビご購入で ETC など選べるオプションプレゼント。長崎県ホンダカーズ。今新しい不動産経営が注目されています。土地や資金がなくても始められます。モダンプロジェは長崎や福岡で数多くの実績、不動産経営のプロがサポートします。モダンプロジェ。いいこといっぱい、ホンダ人気の軽 N ワゴン。後部座席も大きくスライド、考え抜かれた収納スペースでとっても便利。ナビご購入で ETC など選べるオプションプレゼント。長崎県ホンダカーズ。将来のために投資をしたい。お店を開店するために投資をしたい。老後が心配、資産運用してみたいけど。モダンプロジェなら土地や資金がなくても不動産経営が始められます。モダンプロジェ。ぜひスタジアムに来てください。ベイベイ。